そのもっと外部と格闘していかないとまずいのではないかという、まあ、だからじゃ今日のメインテーマでいくジャーナリズムっていうのもそうなんですけど、伊藤さんどうですかね、その日本の、まあ、元美術手帳の編集長として、ああお久しぶり。あのジャーナリズム自体はずいぶん変貌はしてきてるんですよね、美術手帳自体。してますね、してると思います。はい、で、まあ僕もあの美術手帳しかまあその内部は知らないんですけども、その、 あの美術出版社というやっぱりそのやっぱり営利企業の中の一つの雑誌ですから、やっぱり それは当然いろんな変遷があるし、うん、あとはあの僕がちょっと気がするのはあの雑誌ってやっぱりちょっと編集長とやっぱ変わりますよね。そうですね、まあ、雑誌ってのは本来編集長のものですよね。そうですよ ね。だから、うん、であの今ちょっとだいぶあの経営者 の理念がだいぶ入ってみたいですけどね。ああ、そうですか。まああのやっぱり編集長っていうの の、まあ、あので、変わってるんですけども、まあ随分前はあの10年ぐらいあの編集長を務めた人はいるんですよね。木村洋一さんはやっぱり10年近かったし、うんうん、ああそうですね、大橋さんが8年ぐらい。ああそうですか、はい、大橋さんそんな長かった。結局長いんですあの人も、僕の印象でいうと大橋さんが一番なんか大橋さんらしさっていうのはあんまり見えなかった。見えなかったですね。やっぱりあの、ね、というのはあの時沢崎の方が台頭してるんですよ。そうですね、沢崎さんが乗っ取っていくからね。あの沢崎さんが大体あの特集なんかもあのある程度作ったりとかで、その前はあの三上さんなんですよね、はい、うん、三上さんもあの、すごいやっぱりあの売れ筋とそれからあと資料性が高いあの現代美術辞典とか、あ、あとはだから美術の超少女とか、うん、やっぱり僕やっぱりあのいい特集ですね、あのやってた時に、まああのあの人がだから入った時ですね、だからあまりこうあのその時のだから編集部員の、まあ、が、まあ、全然こう活躍したという印象はあるんですけど、うん、あとはだから、あとはどうでしょうか。1995年というと、はい、あの真壁さんが登場したんですよね。その前ですね。いや、95年ですよ。1995年って東京都現代美術館できた年じゃないですか、ね。ああ、そうですよね。そうそうそう。そうですよね。真壁さんが編集長になられたのはそこの頃だったと思います。真壁さんも多分1年だったと思うんですよね。はい、1年だったと思うんですよ。在任期間が。在任期間長くはないけど、そこそこありましたよ、この最初が、変身っていう号で、ああ、そうですか。それで最後が、これが僕たちの生きる道ってこういう表紙で、黄緑も覚えてます。僕はあれ全部女性、彼女の美術手帳だけ並べた作品作ろうとしたんですけど。なんか意図があるんですか、それって。いや、やっぱりまず女性編集長の雑誌の登場っていうのは、うん、歴史上初めてだったんですね、美術雑誌で。あ、いや、ジョコさんがやりましたね。ああ、ジョコさんやってます、ね。ジョコさん編集長だった。ありますね、ジョコさんの時期ありますよ。僕、ジョコさんが作ったね、あの山下菊次だよね。山下菊次の画集はすごい評価高いの、うんうん。すごいまともなね、日本の、大体ああいう美術、なんていうかな、美術の個人の作品集って良くないんだけど、私も持ってますよ、それ、うん、あれは素晴らしいもので、ずいぶん高い評価、うん、ジョコさんだから、それの関連でお話しておくの、うん、雑誌っていうのも僕、一緒なんですね。美術手帳自体を一緒なさってた、今、やってますね、うん、で、それと、あと、宮沢さんが長かったですね。ああ、宮沢さんの時代に、そう、宮沢さんの時代に美術手帳をキオスクに置くっていうのを本当に検討したっていう噂があるわけですね、はい、当時ですね、実売でですね、3万8000まで行ったんですよ。で、4万からキオスクに置くっていう、国鉄の決まりがあって、あと2000っていうところまで来て、あれが行ってれば今頃でもキオスクに美術手帳を置いて、どういう人たちがこういう姿になるというのは不思議ですよね。
でもあの時実はそのつまりモダニズムが沸騰しているので、クロストークインターメディアとかコンセプチュアルとかアースワークとか今までの枠組みじゃない技術がたくさん出てくるわけですよね。でそれに対しての、その興奮が美術界だけじゃなくて、まあデザイナーとか建築家とかそういう人たちに含めてすごい大きな影響を与えていくわけですね。でいわゆるレコンストラクションの建築ってその後あの80年代後半出てきますけど、あれだって大きな影響というかアースワークの一種のコピーの上に乗っかってくるとか、そのね、結局60年代末の技術がその後決定している部分があるんですよね。だからそれだからその雑誌もそうなんだけど、まあ、美術雑誌のだから一種の黄金時代だったんですよね。そうですね、うん、だから朝日ジャーナル、うん、右手に朝日ジャーナル、左手に美術手帳。それはあの内容の話でしょ。内容の話そうだ、ね、経験的には平凡パッチのはずです。いや少年マガジン、少年マガジン、うん、と思ったけど少年マガジンがね、あの横忠則さんの表紙を打ってくるんですよ。竜の道とかね、今表目に浮かぶあれ分かんない、愛と誠かな、愛と誠とかね、巨人の星ありましたね。ありましたね、うん、あれよく持ってます。僕も持ってます、まだ、まあ、モノクロのやつね。そうそう、白いやつ、白です、白一色です。だから捨ててなければまだあそこにね、全部4冊ぐらい。それで結局横田太郎さんでもクビになるんですけど、クビになるのは少年マガジンって文字を消そうとしたの。それでその編集長からその何様だと思ってるっつって切られるんだけど、でもまああれはまああの時の横尾さんは黄金時代なんですよね。あの朝岡瑠璃子が何ていうかな、朝岡瑠璃のヌークヌードの作品やりました、腰巻きをせん、そう腰巻きってこう、ね、そうですね、はい、ね、あれなんかでもあの当時すごいね。まあ朝岡瑠璃子がその輝いてる時代だったんですよね、女優さんとしてものすごく輝いてる時代で、それをこうヌードで描いて、だからすごい衝撃力あったのね。だからまあ本当に横尾さんの黄金時代で、だからそれが何だったのかっていうのはだからまた問題なわけですね。その反省的に見れば、当時生きてる時にはその状況に巻き込まれてるから、でもそういうそのじゃない、まあそれから今の朝日ジャーナルもそうですけど、ジャーナリズムのあれはもう黄金時代ですよね。そうですね。でそれがまあ富井さんで言えば、赤瀬川源平さんが、うん、だからそれを、まあ、ある種パロディー化して、そう朝日ジャーナルで、だから右手にジャーナル、左手にマガジンですよ確か、うん、当時の言い方としては、うん、ビューステチョっては多分うちはちょっともうなんか笑ってしまう。だから横尾さんはあのジャーナルの表紙もしてるでしょ。横尾さん朝日ジャーナルの表紙してるの。あのね、赤瀬川さんのあの桜画報が回収になった号は、うん、横尾さんの表紙なの。うん、で横尾さんがヌード使ってます、うん、でそれがあのそこまではいつも朝日ジャーナルの表紙っていうのはイラストといえばいいのかな、そのグラフィックでだから写真なんか使わないみたいな、そういう感じでアーティストの作品使ったりっていうのもあったし、だからそういう流れできてて横尾さんが入れて、だからあの号が回収されたっていうのはそういう品種ものもね、なんかいろんなものが重なってるような気はするんですけどね、うん、あれは70何年頃とか71年の3月号、3月何日号、赤い赤いそうそう、赤い赤いってやつです。だからそれもあるし、あとその表紙もね、よく見たらあの問題なんか別冊か、どこかの横尾さんの記憶なんですね、ま、真っ青なブルーの表紙に女性のヌードがこうやはり出てくる、あの、確かその号は私買ったので、フロホンサイトの中で赤瀬川さんのジャーナルの仕事、桜の方だったと思うけど、はい、なんか当時の言論人、知識人の相関図みたいなもの、イラストレーション、知識人じゃなくて、あの出版社、出版だからそれこそ次はどこを乗っ取ろうかなという、だから新聞とか雑誌とかでバーッとこうなってて、でそれで品色買ったっていうのもクレームがついたって、その要するに乗っ取られたらかなわんみたいなねもあったらしくって、だからあれは諸説一応あるので、赤いだけでは必ずしもね、ないみたいな。はい、ちょっともう長いでしょ。はい、10分いきます。